こんにちは。こんにちは。もうすでにご存知と思いますけど、リードっていうのはヨーロッパの足のことですね。足のことをリードって言うんですけども、そのリードという板を振動させて鳴らす楽器なんですけど、実はこれはもう相当1000年以上前に中国で作られた楽器がありまして、それが笙という楽器ですね。で、中国では廃れたんだけども、日本で宮中でこの笙という楽器が保存されていましてね。で、中国は非常に日本に感謝している。で、この笙というのがヨーロッパの方で今使われるようになって、まず一つの音がふーっと出るようになります。その楽器が縦笛みたいで、ちょっと削って薄い板を入れてやる、まあ、私たちはセルロイドでやったりしたんですけどね。で、ベーっていう楽器、これがオーボエとかクラリネットとかいう楽器が1枚のリードを振動させて、そういうものを元にしてまあ、ちっちゃなハーモニカができまして、それからアコーディオンみたいになって、その後に1845年にこう足踏みの形で、鳴らすようになった。これがハーモニウムっていう楽器なんですね。で、それがハーモニウムっていうのはパイプオルガンと同じように空気をちょっと押し込んで出す楽器だったんですけども、非常にムラがあるので教会では使用禁止という状態もあったんですね。でも、それが今度はポンポオルガンっていうのができましたね。ポンポオルガンって何かっていうと、こうハーモニカで吹くと吸うあるんですね。吹く方がハーモニウム、吸う方がポンポオルガンという名前でアメリカで開発されまして、それが非常にヨーロッパにも入りまして、で、日本に来たのをだいたいそういう吸い込み式の楽器のオルガンなんですね。これが今教会でも使われているリードオルガンです。で、その吹き込み式の方はハーモニウムといって、カトリック系の教会、フランス系とかそういうところは来てますね。で、ヨーロッパの人に聞きますと、リードオルガンって何ですかって言うけど、ハーモニウムって言えば、あ、それはうちもありました。つまりハーモニウムが一般的な楽器だったんですね。で、私が両方ともこれ練習してみますと、ハーモニウムの方が素晴らしい表現力があるんですね。すごくこう急にバーンと吹いたりすることもできる。でも吸い込み式の方のポンポオルガンっていうのはちょっとその力がないんですね。その関係で音の出るのが遅いので、他の楽器と合わせにくいとかいうことでやってますけども、まあ、演奏の仕方によっていろいろ可能性があるなと最近思っています。